水曜中華ナビだユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時の針は11時を回りまして、8月の20日火曜日、旧暦の内縄組では7月の14日、はい、9本中日を迎えておりますね。はい、昨日は皆さん運慶しっかりできましたでしょうかね。今朝ね、うちの、イモーニングの番組で日上が面白い歌なんかしてましたよね。なんかお盆の歌でありましたけど、9本のね、運慶からウークイからといろいろとありましたけどね、愚僧の皆さん方、この3日間沖縄はゆっくりね、過ごされてるんじゃないかなと思いますけどもね、面白かったですね。お支払いは現金ですか、カードですか、打ち紙ですかって言ってましたね。打ち紙で払う、確かにそれあるかもしれんけどね、まあ面白いですよね。でもね、最近打ち紙もまた変わっておりましてね、その打ち紙でビジネスをやってる方々も結構いるみたいですよね。何に使うか分かりませんけれども、まあ、そういうね、沖縄のこの伝統の風習っていうんですかね、そういうのも大事にしていきたいですね。子供たちにもね、そういうものを伝えていかなければなりませんよね。はい、そんな感じで、まあにわかに夜はエイサーボンボン音が流れてくるわけなんですけどもね、皆さん、楽しいね夜を過ごしていただきたいと思います。特にまた観光客の皆さん方もね、この時期にしか楽しめないものでありますのでね、ぜひ各あざ地区でね、行われているその公民館でのまだね、エイサー、はい、そういうのもね楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ明日はいよいよウークイとなりますけれどもね、今日は明日まで楽しみましょう。それではユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智春です。してきます。インタンジャデバンですよ。先ほど沖縄気象台11発表の天気予報によりますと、日中の最高気温は32度と、まだちょっと暑いかなっていうような感じはするわけなんですけどもね、ここ最近なんか台風の影響がありましてね、12号、先島の方面に近づいているということでございますけれども、沖縄本島ではにわかにこうね、時折強い雨が降ったりするわけなんですが、さあ外境は東の風やや強く後強くと、曇り、夜の初め頃に一時雨、ところにより雷を伴うというふうに表記をされております。夕方6時からは 60% となっておりますのでね、それまでは 30% ということですから、にわか雨にはお気をつけいただきたいというふうに思います。まあゲリラ豪雨とかいう言葉がたまにね飛び交っておりますけれども、まあ時折降る雨もね涼しさをまた運んでくれるのかなと思ったりもいたします。時折ね34度35度っていうのが日常当たり前になってますけど、2、3度減りまして少し涼しくなってるかなと思いますが、私たちFMターンは未だに暑い未だに暑いということね、もう簡易的なですねクーラーをレンタルして取り付けているわけなんですけどもね、やはりまだまだですね、早く治っていただくといいんだけどな。なかなかこうあれですよね、進まないですよ仕事がね、皆さんどうでしょうか。ぜひね経験されたい方は FM タまで足を運んでいただきたいというふうに思いますけどもね。さあそれでは早速今日もゲストを迎えている1時間です、お付き合いいただきたいと思いますが、今日のゲスト、はい、
ちょっと珍しい方なんですけどね、珍しいって言ったら何て言えばいいんでしょうかね、不思議な、このトリオになってるかなと思ったりもするわけなんですけどもね、はい、まあ、似たような、顔の二人がいるわけなんですけどもね、まあ、一人ずつご紹介していきましょう。まずはこの方です。はい、はじめまして、バヤニ日記隆一と申します。ここで研修させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ニッキー、はい、うちにもパーソナリティでニッキーっているんだけどね、かなりかぶってましたけどね、この1ヶ月間。もろかぶりですねしかも同じ曜日によくいるしみたいなね。そうなんですよね、はい、だからどっちのニッキー、バヤニ日記ね、実は FM ターンでね、インターンとしてね、はい、オリジナルでもう、はい、プライベートインターンでね来ていただいてるわけなんですけども ね、はい、この9月からはまた、ハワイの方の大学もね、はい、もうそろそろ始まるので、ね、はい、もう今日で実は終了ということでございまして、はいはい、あっという間でした。あっという間でしたね、はい、本当に2回ぐらいしか会ってないんじゃないかなとそんなことだよね。そうですね、はい、でもね、後ほどですね、ニッキーがね、どういう、はい、生涯を、生涯をって、もう死ぬみたいな感じ。なんか重いですね。これまでね、はい、学生時代、沖縄で過ごされたことであったりとか、はい、またね、志を持って、その、はい、海外にね、はい、大学に行かれたことであったりとか、はい、ね、そういうお話をまた伺いたいし、はい、ぜひさらにまた、沖縄に帰ってきて仕事するのかなと思ったらそうじゃなくて。いや、戻ってきたいですよ。ただ、いろんなところ行きたいなっていう。そういうのもね、はい、あるということで、今日はね、そんな話をね、今夏休み期間中じゃないですか。そうですね、学生とかね聞いてる方々も結構多いと思いますので、はい、自分も海外目指したいなとかね、はい、アメリカの大学行きたいなとかね、はい、そういうふうに思われる方々いらっしゃると思いますのでね、まあ、ちょっと参考になればということで、ね、もちろんもちろんいろいろ話していこうと、話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてこの、日記を生んだ方が来ていただいておりますこの方です、どうぞ。 Can you introduce yourself?Good morning. I'm Jody Bayani. I'm Nikki's father. Nikki's father. はい。父の Jody です。Jody さん。はい。Jody さん、日本語でも挨拶できますよね。少し。少しね。じゃあ、バーぐらい？バー、そうですね。バーぐらい。そういう少しぐらい。そういう少しじゃないよね。もう少し、もう少しいけます。はい。Bayani Jody さん。はい。はい。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レディオに出るのは初めてですか？そうですね。初めて。はい。ああ。もうでもね、世界各国回られてこられた、ジョディさんですから、いろんなご経験をされてると思いますけども、沖縄にお住まいになられてからどれくらいになるんですか？ How long are you here in Okinawa?、I've been in Okinawa since 1986. ああ、1986年か。7年。7年か、はい、その時からお住まいになられているということでございまして、そうですか、そこで今日記が生まれて、はい、爆誕しましたね。え、20、はい、日記いくつ？24歳か、そっか、はい、今年25です。25、なるほどね、はい、まあね、今日はね、お父さんのジョディさんも入っていただいておりますのでね、ところどころジョディさんのお話もね伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。さて、ニッキー、まずは、はい、本当にね、長い間お疲れ様でした。ああ、いえ、こちらこそありがとうございました、ね、いつからいたの？もう1ヶ月ぐらい、2ヶ月なんだかんだ、なんだかんだ2ヶ月ぐらい経ってますねそんないたか、はい、早いね。早いです、本当に。もうね、夏もめちゃくちゃ俺たちも忙しいからね。そうですね、だから中継が多分 2,3 回あった。あ、3回ですね。かあって、またそこにも、ね、いろいろお手伝いさせてもらって、うん、ね、え、まあ、その話はまた後半にね、はい、ゆっくり伺っていきたいと思いますけど、まず、はい、ニキは、出身は今どこ？あ、茶壇。今っていうか、出身は今っていうか、明日科学じゃないんだけど、茶壇の出身で。そうですね。ああ、なるほど。で、お父さんが、はい、外国の方で、はい、お母さんは沖縄の方なんですか？そうですね、うん、母が糸満出身。糸満なの？はい、そうですね。それでうちも糸満の娘が一人スタッフでいましたよ。そうなんですか、はい、あ、知らなかった。そうそうそう、糸満って言ったらもう遠いですよね、はい、フィリピンに近いからね。フィリピンに、そう、それなんか関係あったのかなっていうだからか、海が近かった。だからか、糸満と沖縄では一番近いさね、フィリピン。そうですね、そうですね、だからもう仲良くなったかもしれないでしょうね。あるあるまあそんな、ニッキーなんですけども、はい、お二方から生まれて、まあ、今年25歳になるということでございますが、はい、小学校は？小学校は、うん、えーとですね、あの
アメリア・エアハートっていうその軍の学校の方に行ってたんですけど、はいはいはい、小5まで、でその途中小5まで、そうですね、うん、でその後北谷小学校に転校しました。あ、それどうするの？なんかテレビ番組で、うん、日本の小学校がドラマの、はいはいはい、テレビ番組見てて、なんかランドセルしょいたいなっていうランドセル、うん、すっごいランドセル、なんかピッカピッカの1年生の6年生から、6年生から、はい、マジで、はい、ランドセル買ってもらったの？いとこのランドセル、あったもらって行きましたね。それをしょいたくて、しょいたくて、しょいたくて、はあ、なんか面白そうだなって思って、それで母親に、うん、ちょっと日本の学校行ってみたいって言って、はあ、ちょっとじゃあ転校するかって言って、で5ヶ月ぐらいちょっと国語の勉強して転校しました。あ、じゃあその最初の時はやっぱ日本語はあまり話せなかったの？話せる、一応母国語日本語なんですけど、うん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 、ただ読み書きはもう全く全然してなかったので。あ、そうかそうか、なるほどね、はい、それでだからそのなんか本当新鮮でしたね。なんかずっと沖縄で生まれ育ってるけど、うんうんうん、全くその沖縄にしろ日本の文化にしろ全くわからない状態で転校したので、そのアメリアエアなんとかっていう学校は、はいはい、その基地内にあるわけでしょ。そうですね、そうですね。そこでは日本語は教えないわけだ。なんかほとんどないですね。その交流っていうのはあったんですよ。あ、その日本の小学校と、うんうんうん、またこの軍の中、まうんうん、遊びに来てちょっと交流し て、うんうん、ね、今度はまた逆でこの軍の学校の子が、うん、日本の沖縄の学校に遊びに行ってっていうぐらいでした ね、あ、じゃああれなの、日本の歴史とかそういう日本にまあ住んでいながら、はい、住んでるのは日本じゃん、はい、住んでいながら日本のことであったりとか沖縄のことって学ぶ機会っていうのはやっぱ少なかったの、はい、少なかったですね。ほとんど本当アメリカの歴史とかそういうのです、ね、多分もう少し学年が上がれば入ってきたんですけど、まずはアメリカの歴史から始まってのっていう感じだったんですね。あ、なるほど。それでまあ小学校に転校、はい、お父さん、ジョディさん、はい、ニッキーが日本の小学校に行きたいって言った時は怒った？大丈夫ですよ。ボーン楽しい。楽しかった。あ、嬉しかったんだ。はい、あ、ほんと、うん、それはどうしてか、no. Why should I? Let's get together. He needs it anyway. 必要だったしっていう。あ、どうして必要。あ、はい、沖縄でずっともう生活していこうと。そうですね。あ、If he's going to stay in Okinawa, live in Okinawa, he's going to need it. なるほどね。沖縄にずっといるんだったら、将来必要だから。そうか。じゃあ、お父さんとしてはもう賛成。賛成、もうウェルカムだったんだね。あ、なるほど、なるほど、よかったです。そうか、まあ、それで小学校、じゃあどこの小学校に？茶壇小学校ですね。あ、茶壇小学校に。あ、なるほど。で入った時はもうやっぱこの書道とかリコーダーとかあるじゃないですか。そうか、独特だからね。みんなすごい上手くて、ああ、なんでみんなこんなに上手いのって思ってたんですよ。でも小学校6年でスタートだからね。そうですね、ピカピカの小学校6年生、ピカピカの、ここから友達100人はちょっと難しいなって思って。あ、そう。はい。書道とか難しかったでしょ？難しいですね。でもみんななんかすごい慣れてるんで、なんでって、もう、でも楽しかったです。その後、書道教室に通い始めました。あ、なるほどね。あ、やっぱり努力はしたんだね。はい。あ、でもなんか楽しくて、やっぱ日本の文化が。あ、そう。はい。なんか新鮮なんだ。そうですね。新しいもので。そうですね。なんかよく友達にも言われるんですけど、ニキちょっと日本の文化の取り組み方がなんか外国人だよねって。おう、書道みたいな。友達は友達としていつも一緒にいるから、あれなんだけど、日本に対する思いがやっぱ外国人っぽい見えるんだ。あいつなんか畳見たらなんかテンション上がってるよみたいな。畳見たらテンション上がるの？畳いいなって思って、そう、正座したいんですよ、やっぱり。あぐらかくより、はい。お父さん、お家に畳あります？ジョディさん。畳ない？ないよね。畳好きなんですけど、ちょっとアレルギーなんで、ほこり。何それ？糸マネーありますよ。糸マネーある？あ、お母さんの実家。そうそうそう。そうなんだ。それからじゃあ中学校ということで。そうですね。中学校どこ？中学校は茶壇中です。茶壇中で。はい、ああ。でも、学業がほら、小学校6年から日本語のスタートから、まずは国語力がないといけないから。難しかったですね。難しかったでしょ、中学校なんか。はい。はい、読むのはできたんですけど、書くのが全くできないんで。そう。はい。あ、そう。書くのがね、日本語は難しいからね。あ、みんななんでこんなにわかるのっていう。ひらがな、カタカナ、漢字と。そう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 。三カ国語あるみたいなもんだからね。本当ですよ。それでうちの口入ってきたから、もう、四カ国語。
うちらぐち、うちらぐち、まあ言葉は感じはないけどね。はい、というわけでありまして、今日はね、バイオリン・ニッキーと、そしてお父さんのね、バイオリン・ジョディさんをお迎えしております。はい、ダンコマーシャルです。お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。今日は国際色豊かにお届けさせていただいておりますけどもねよろしくお願いいたします。今日ゲストバイアニニッキー、日本語名はリュウイチという名前もついてるんですよね。はい、あんまり活躍しないんですけど、活躍しないリュウイチ、はい、そうか、リュウイチも頑張るっていうかね、そうですね、はい、なんかニッキーがあだ名っぽくてみんなニッキーニッキーって、そうだね、でもね、そうですね、うん、はい、そしてお父さんのジョディさんもね、ね、はい、ニッキーズファーザー、ファーザーと言ってましたね、さっきね、ありがとうございます。はい、はい、さあちょっと話はね、続きますけれども、まあ茶壇小学校から茶壇高校と、ああごめんなさい、中学と、そうですね、ね、茶壇中学、やっぱりこう学校は難しかった、難しいですね、漢字が特にやっぱり、うん、国語一応勉強はしたんですけど、うん、3から5ヶ月ぐらい、なるほどね、あ、それでもやっぱ難しかったですね。あ、はい、そうか、俺たちの世代っていうのは、はい、その2世とか、はい、そういうのはさ、ちょっとハーフとか言われて、はい、ちょっと男はかっこいい、女はかわいいっていう風にちょっとね冷やかされてて、ちょっとこう憧れだった、俺たちからすると都市伝説なんじゃないですか、ね、だったわけよ過去形で言うけど、はい、で俺なんかのちょっと上のまだ先輩なんかは、はい、逆に今度はいじめられるわけよね、あららら、はいはい、やっぱハーフっていう、同じだのにさ、はい、ハーフだと言って、はい、いじめられたりとかするっていうのはやっぱり、僕なんかの先輩方の世代っていうのはさ、僕なんかの世代はそういうことはなくて、本当にこう羨ましくて、あ、女の子なんかちょっと名前とかも可愛くてキャンディキャンディみたいな感じでキャンディキャンディキャッシーキャッシーみたいな、そうそうそう、あったんだけどね、はいはい、ニッキーなんかの世代ってどうだったのかな。あ、でもハーフは、うん、ハーフ自体はちらほらいたんですよ、2世だからね、そうですね、多かったでしょ、もう、そうですね、もうだん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 、もしかしたら今の世代だったらもっと多いと思います、もっと多いかもしれないね、うん、俺なんかも学校に一人か学年に一人かみたいな世界だからね、僕の時は 5、6人学年では、そうですね、いるだろうな、学年で全体だともっともっといるかもしれない、ね、いると思います。だって最近俺が PTA で学校行くようになったら、はい、外国のお父さんお母さんってどっちかのお父さんお母さんとかよくいるもん、はい、だからすごいね、開けてきてるな沖縄ってすごい思った ね、 そうですね、だいぶ国際的になってきてね、はい、そこでね、ジョディさんお父さんに聞きたいんだけど、沖縄の学校は日本の学校とか父兄三冠とかね、はい、お父さんお母さんが学校に行く時ってあるんだけど、so you know where、うん、the family goes visit the school and the parents look at the children on what they're doing at the class and everything、mm. you remember that? yeah、the、class visiting? yes、そういう時ってどんな思いなのかなってお父さんとして、would you tell when 周りが日本人で when like the, you know the others are all Japanese and everything、I've grown I grew up
moving around the world, so being in a different, I don't see any difference. いろんな国を回ってたので、なんかそこまで違いを感じたりっていうのは、なんかね、いろんな国を父がその過去を回ってきたので、違う文化に触れるっていうのは慣れてる。ああ、なるほどね。意外と、我々がこう今読谷沖縄で見るその、お父さんお母さん方で外国人であるっていうことの方々っていうのは、はい、僕なんか以上にそんな何もかんそんなオープンかもしれないね、逆にね。あ、俺たちからするとあ、なんかアメリカのお父さんだみたいないうの思うじゃん。はい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 、彼らがすると日本のお母さんとか思わないよね、絶対。思わないですよ。思わないよね、絶対。もう来た時点で、うん、もうここは、あの沖縄の人がたくさんいる場所で、あのそこからまたいろいろ仲良くなっていこうっていうことを前提で、ね、あの取り組んでる人が多分ほとんどだと思うので、ね、そこのところは大丈夫だと思います。お父さんもあれですか、ニッキーが日本の学校に通ってその学校訪問したりすると、はい、やっぱりこう友達も増えました、やっぱ顔見る日本人の。僕の友達って、お父さん同士で、like, were you able to like communicate with other parents? Yeah. We either use, well, I can pick up some of the sentences or the words. I can put it together to understand it, or we use sign language. 日本語、まあ全部完璧ってわけじゃないけど、いくつかこう言葉を拾えることができる。それをくっつけてやって、あといざとなればもうボディジェスチャーで。身振り手振りでコミュニケーション取ってたから、だからその知り合いを増やしたりっていうのは大丈夫だった、楽しかったんですね。ああ、そうですか、なるほどね、はい。まあ、そんなニッキーがね、はい、まあ、中学校、茶壇中学校で、高校は、は沖縄尚学に行ってました。沖縄尚学に、はい、はあ、沖縄尚学っていろんなコースがあると思うんだけど、どんな。そう、僕が受験した時、初めてその国際コースっていうのが、そうなの、できた、はい、へえ。それでほとんどクラス自体は小さかったんですけど、もうここから国際化に合わせて、この学校も国際化を目指していこうということで、授業でこのアメリカ人の先生を使って、数学の授業だとか、あと、まあ、単純に英語で、そうですね、英語でっていうのもありましたし、高2からだったかな、でそれでもう高3になるともうまた、向こうの受験の仕方がまた全く違うので、それに合わせた勉強対策だとか。なるほどね、はい、センター試験は受けてないです。ああ、そうか、はい、でも その国際コースに行って何を目指そうって考えて国際コース行ったの、その時期、その時期はですね、茶壇中学校の3年からさ、小学校高校に国際コースに行くっていう時って、はい、僕あの時まだ漠然としてまして、なんかアメリカ行くんだろうなぐらいの考えしかなくて、やっぱりこうお父さんなんかはこう、そうですね、各国回ってきてたから、はい、そういうイメージがあるんだ。その母も英語塾をやっておりますので。そうだよね、はい、今ねコマーシャルもね最近流れてるんだよ。なんていう、はい、プラネットイングリッシュアカデミー、プラネットイングリッシュアカデミーね、はい、そう CM 入ってもいただきましてね。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、プラネットイングリッシュアカデミー、北にあるんだよね。はい、あります、はい、お母さんの宣伝もちょっとやっとかないとね。ありがとうございます、山田さん。はい、はい、その、プラネットイングリッシュアカデミーに、はい、もう参加行ったからもういいね。大丈夫です、満足です。まあ、そこにお母さんもね、はい、英語塾をされてるということでございますから、本場のね本当にネイティブの英語をね伝えていくということもあって、その影響もあってやっぱり、海外行きたいなっていう。なるほど、その明確な夢はないんだけど、アメリカ行きたいっていうのがあったので、沖縄尚学の国際化コースか、それかまたアメリカンスクールに戻るかっていう進路でした ね当時は。そうか、それで今国際コースを選んで、はい、沖縄尚学と、はい、この甲子園負けちゃったけどね、甲子園負けちゃったんですけど、まあまあそれをいいとして、まあその国際コース行かれて、はい、でやっぱりこういろいろと勉強なされて、はい、でそこからですよ、僕はこの前聞いたのはサンフランシスコ州立大学に行かれてたっていうね、はい、聞いたから、はい、なんでそのサンフランシスコ州立大学に。ですね、ちょっとお前大丈夫かっていう話になってくるんですけど、まずサンフランシスコに行ったのが今から8年前初めて行って、このスピーチコンテストに優勝して、それで副賞としてサンフランシスコに4週間行くことになって。あ、すごい。あ、いえいえ。それで
散歩してる時に見つけた大学が、うん、そこそこでじゃあここっていうあのなるほど、はい、でもサンフランシスコめっちゃ好きだったんだその4週間で、はいはいはい、あでもちろんその下調べもしてその後にもちろんね、はい、それそうです、ね、いきなり追いかんでしょうから、はい、あじゃあ行こうって、まあ、確かにその時じゃあ行こうと思ったんですけど、ちゃんと下調べして、はい、あいいところみたいだなっていうことで受けて、なるほどね、はい、そうかサンフランシスコ州立大学は、はい、サンフランシスコ言うね、ああの赤い橋のサンフランシスコゴールデンゲートブリッジとかゴールデンゲートブリッジ、はい、あのなんかほら電車みたいな坂、そうそうそう、あの 坂、ね、な坂のたくさんあるそう、あと霧がいつも出てる、ああそうか、はい、あ俺も行きましたサンフランシスコ、行きました、はい、はい、その電車みたいなバスみたいなものにこう走ってあれに乗るというのが夢だったんですね。はい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 、はい、ドリームライドオンみたいな、ドリームライドオンドリームライドオンできましたか？できなかった、できなかった怖かったちょっと危ないんですけど、ね、危ないですね、あれね、はい、あれはやっぱりね現地の人じゃないとダメだ、そのダウンタウンに、うん、そこあるんですけど、そうそうそう、結構飛ばす人多いので、ね、ダウンタウンはあれはね、ちょっと心配でしたけどね、はい、ちゃんと駅で乗った方が安全です、いいですね、はい、映画みたいに行かなかったですけど、行きません行きませんまあまあそこら辺置いておきまして、はい、まあサンフランシスコ州立大学、はい、まあここに、ここで勉強したのは何だったんですか？ブロードキャストを専攻しまして、はい、そう、その影響もあって、まあ、ここで研修もやっていこうという大きな理由になったんですけど、あ、じゃあ、沖縄国際コースに行った頃はまだぼやっとしてる感じだったんだけど、はい、まあ、サンフランシスコ州立大学ではやっぱりこう、そうですね、ブロードキャスト、そのこういう、こういう映像関係、映像関係、メディア関係、メディア関係に行こうってっていう思った理由が多分なんですけど、うん、こういう意見発表って僕たくさんやってたんですよ、ずっと、はいはいはい、英語にしろ日本語にしろ、なるほど、でそうしていくうちに何回かこう、うん、ラジオに出たりっていうこともあったんです、うん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 、それでなんか少しずつメディアに寄っていって、うんうん、なるほどね、でなんかアナウンサーとかも面白そうだし、ラジオ DJ も面白そうだし、うんうんうん、でもやっぱまだこれやりたいっていうのはないんですけど、うんうん、多分メディア系だなっていう思いが、うんうん、はい、まずはそこを学んでみようか、まずはこう門を叩こうかという形でブロードキャストの専攻を決めましたね。それでこう4カ年間学んできて、はい、でその仕事に就こうかなと思わなくて大学に行く、まず大学院に行きますそこはな、どうしたの、まだ早い、まだ早いと、もう一つ夢を見つけて しまいましてっていうか、うん、見つけまして、どういう夢を、英語の先生になりたいなっていう4カ年でブロードキャストから、イングリッシュティーチャーに、全くチェンジチェンジではなくチェンジではなくオルソー、これも、あ、これもこれもいいし、贅沢やな、贅沢なんですけど、でもじゃあ逆にそのブロードキャストメディア関係の英語の先生になる、そうそうそう、なんか某ね、英語を教える番組とか、うん、あるわけだから、あるあるある、そうそう、確かに、でもね、例えば FM タンでも英語の番組っていうのを作ったって構わないって俺は思ってるんだけど、本当ですか、うん、そういうそういうイメージなんだよ、日本もやりたいし、日本語も話せるわけだから、はい、それ活かせるような、はい、先生やる傍らそういうこともやったらいいななんて、なるほどね、面白いね、はい、まあ、そこで今度は英語の先生になりたいということで、はい、大学院の方の、大学の英語教授、これはハワイのパシフィック大学の大学院の方に、はい、に行ってきます。これ今度9月から、はい、ね、もうそろそろです、もうそろそろですよね、はい、あとね、もうそれで今日がね最終日ということになったわけなんですけども、はい、もうこの後はハワイの方に移動されるということで、はい、何時に、あ、何時だっけ、違う違う違う何時とかじゃないからとりあえず今日は沖縄にいらっしゃるということでございますけどもね、はい、さあそんなわけで、CM さんでこれからの日記のまたお話もね伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。コマーシャルです。
りしておりますユンタンジャ出番ですよ、さてこの時間ちょっとお借りしましたです。実はあのニッキーもねあの、はい、インターンで、ねはい、長い期間いるわけなんですけど、はい、あの実は今日うちではね夏休みはねめちゃくちゃこうインターンとかが多いわけよ。あなんかせんだってもう別のほら大学、ね早稲田大学からね1週間来ていただいてね、はい、でまたあの今週木曜日から明日か、はい、明後日から、はい、愛知県の中京大学から入るんですよ。ね、もうサンフランシスコ州立大学から、ね、早稲田大学から中京大学からそして木名、はい、小学校お手広い今日木名小学校からね、はい来ていただいておりましてですね、まあ時間短いんですけどね、はい今日はそこで、木名小学校の比嘉くんだったかな名前忘れたけど比嘉くんね、まあ自己紹介もして後ほどやっていただきたいと思いますけども、はい、まずは、研修の最後の仕上げアナウンスがありますので読んでいただきましょう。それではどうぞ。高潮大通りエイサー天国開催のお知らせ。第19回高潮大通りエイサー天国開催。8月22日木曜日、旧暦7月16日ウークイの翌日午後3時から夕方6時、高潮大通りがエイサー一色になります。多くの皆さん本物の道樹根をご覧ください。お知らせしたのは職場体験実習生木名小学校6年比嘉ゆずるでした。はい、ありがとうございました。ゆずるくん、ありがとうございます。ゆずるくん、緊張した？うん、あまりは緊張。あまり緊張してない。てげかっこいいやつだ。上等ですね。すごいね、ニッキー見てた。ニッキーも全然緊張してなかったよ。はい。そうか。ゆずるくん、木名小学校6年何組？3組です。6年3組。担任先生名前なんていうの？高安よしくに。よしくに先生。はい。もう、超びっくりしてたんですね。ラジオでこんなしてやったよって言ったらね。ね。ラジオどんな今日やってきてどんなだった？朝から番組見たりとかして、うーん、楽しかった、はい、今日アナウンス今もたくさんの人がこのラジオ聞いてるよ、はい、しかもインターネットでも流れてるから、はい、世界中の人がもう見てるかもしれない、はい、みんな見てる ね、はい、ねみんな見てるかもしれない、みんな見てますね。じゃあこれからまた勉強頑張ってね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、ね、はい、いいですね。はい、ミッキーもああいう時があった。小学校6年生と茶壇小学校に行った時だよ。そうですね、そうですね。お父さん、あの、はい、ミッキーこれぐらいでした？ Was I like that? When I was in... そうかな。そう、なるほどね。さあ、ね、ちょっとここでね、お時間またお借りしたいと思います。実はね、池原春奈さんという方からですね、メッセージが入っておりましてですね、この FM 台へのメッセージということでございまして、番組ではないんですけどもね、はい、せっかくですから私の番組でご紹介したいと思います。こんにちは、ザキミの池原です。旧盆に合わせて横浜から読谷に帰ってきました。あ、おかえりなさい。おかえりなさい、ね、たくさんいらっしゃるでしょうね、そういう方々ね。ですね、はい、関東は毎日猛暑続きで熱中症に怯えながら仕事に励む毎日でした。でも沖縄は台風のせいか風があって快適に過ごせてとても気持ちがいいです。今日は仕事中の母に代わって姉と中日のお団子作りをしながらエレベーターも聞きながらののんびり過ごした。あ、嬉しいですね。今も聞いてるかな。聞いてるんじゃないですか ね。嬉しいですね。もう団子作ったのかな。、はい、中日、今日中日ですからね。ですね。もう少しで中日ドラゴンズって読もうとしてたね。僕も中日って読むのかな。これって思いましたね。中日ね、ありがとうございます。FM タイム聞きながらということでね、続きます。残念ながらウークイを待たずに今日の夜の便、あ、今日の夜の便で横浜に戻ってしまいますが、次はお正月の帰省を楽しみにまたまた頑張ってきますということで、あら、ウークイ待たずに行っちゃうんだ。あら、愚僧の皆さんより先に帰るんだね。そうですね。あ、なるほどね、はい、そしてメッセージです。さつこお母さん、ウークイのごちそう作りよろしくね。チャル姉ちゃん、次会うときはお腹の赤ちゃんに会えるかな。体に気をつけて出産頑張ってねということでね、はい、池原春奈さんからでした。あ、何、ちょっと別のメッセージが入りました。お姉さんはドイツから来られてる。はぁ、千春姉ちゃん、マジですか、知ってるの、同級生。あ、
同級生ははーということでね、すごいですね。この FM 団インターネットでも配信しておりますので、ドイツでもぜひね、ですね、ヨミタンの情報を見ていただけたい。日記もハワイで見てよ。見ます見ます、ね、あもうお気に入り登録しておいてます。マジですか、ありがとうございます、はい、あ日記はね、ハワイに行ったら、はい、FM タンのハワイ特派員だからね、もうぜひぜひぜひ、はい、もうよろしくお願いします、はい、でも、ギャラはないけどね、もうボランティアでもうギャラですけど、ね、いいですよ、はい、よろしくお願いします、はい、嬉しいですね。今はねそういうインターネットがね、はい、繋いでるから本当にもうワールドワイドですよね。本当便利ですよ ね、 ね、お父さんもそうでしょ、もう沖縄にいても、はい、全然その外国というイメージがないんじゃないですか、うん、もういろんな方々とインターネットでつながるから。 Like, you know, there's internet right now these days, so isn't it like you don't feel like you're in like other country or anything? No, no. ね、うん、Because of the internet,、うん、everything is close.、全部近くなる。近くね。That's why,、うん、you know, sometimes you don't know where the other person is.、うん、You think it's just in the same place as you are, but they're actually in some other country. インターネットで近くに感じるから、あんまり遠くにいるっていう感じは、うん、なるほどね。日記がサンフランシスコに息子がいても、そういうことです ね、 そういうことだね、はい、なるほど。じゃあ寂しくないですね。そうです ね、 ね、はい、たまに日本語で書いてくるからびっくりするよ、ね、今何で俺に書いてきたんだろうとか、あ日本語だみたいなお父さん笑わす受けるんだけど、はい、あと一つメールが来ておりますのでご紹介したいと思います、はい、中谷さんこんにちは、今日のゲストはニッキーさんとお父様ですね、はいはい、ニッキーさんといえば島ハーフ芸人のニッキーさんをイメージしましたが、もし私の記憶が正しければ点々、うんな祭りの時にネット放送スタッフとして暑い中カメラの、そばで頑張っていたニッキーさん2番タカリンの別品アフターファイブでゲスト出演で緊張しながらも頑張って話をしていたニッキーさん、ニッキーさんは頑張り屋だと思いますので、将来はビッグになってまた FM タンに来ることを楽しみにしております。ニッキーさんお父様緊張している姿をユーストリームで見ながら応援しております。頑張ってください。ではなくせんさん最後まで聞いてます。ラジオネーム V さんからでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ねえありがたいですね。V さんは昨日もねメール来てたんですけどもね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当にいつもいつもありがとうございます。さあ、そんなわけでありますけども、どちらニッキーさんだったの？1、2番のニッキーさん。あ、両方なの？両方のニッキーさんなんですよ。そうなんだ。はい。はい、ありがとうございます。中継もすごい楽しかったです。中継ね、はい、まあこのいうニッキーがね、まあブロードキャスティングの部分の学びもしながら、はい、まあ英語の勉強もして、そしてこう英語の教師になろうという思いもあるということなんですけども、はい、まあこの期間はまあお休みなのでね来ていただいたわけなんですが、はい、フェンターに来てどうでした？いやーもうまず一言、うん、まず一つ思ったのが。うんうん、規模が大きいというか、そのこのユーストリームを利用してっていうのがあるんですけど、はいはいはい、映像を扱うラジオっていうのが、うんうん、あまり見たことなかったので。ああ、なるほど、ラジオ局はラジオだけみたいな。そう、まあその探せば、うん、あの収録してる風景のラジオっていうのはあるんですけど、うんうん、その中継に行って映像付きの中継車があるっていうのは、うん、見たことない、ね、なかったので、うん、びっくりしましたね。大丈夫ですね。まあ、私たちもね開局からもうやがて5年、丸5年になるわけなんですけども、はい、1年後から始めましたから、まあ、ネット配信も4年の経験を持ってまだまだなんですけどね。いやでもだいぶクオリティは高い方だと思うんですけど、うん、ありがとうございます。あ、はい、なんかでもいろいろ中継も手伝ってくれてありがとうございましたね。あ、はい、暑い中そうですね。いやでもまたこれもいい経験だなっていう。でも大学ではこういうこと教えないからね。そうなんですよ。その確かに、うん、ちょっと外に行って撮影しようっていうのはあったんですけど、うん、その1日中、うん、もう朝何時でしたっけ、9時とか、そうだよね、7時とか集まって、うん、夜までっていうのはなかったので、うん、本当に短期決戦っていうのが多かったんですけど、うん、こういう長期戦っていうのは初めてだったので、うん、あ、なるほどね、はい、でもこう下準備から、ね、当日の準備、セッティング、はい、オンエア、片付け、はいはい、そうそうそう、アフターまで全部ね、全部、ま、そういうのであんまないよね。ないですね、うん、あとこの中継もそうなんですけど、その、うん、司会の方だとか、うんうんうん、パーソナリティの方がまたセッティングするっていう、うん、はいはいはい、それもまた新鮮で。なるほど、まあ、FM タンの場合は
は、このブースもそうなんですけど DJ スタイルでね、そうですね、やってますから、技術も自分で CD 音楽をかけたり、メールを読んだり、はい、ネットを見たりとかいろんなことを全部一人でやるもんですからね。そうそう、だから、うん、なんか人がものすごい多かったら、うん、なんか一人はこれ一人はこれずっとやるじゃないですか、うん、でもここみんなが全部やるっていう、だからエッフェル塔に来たら、何でも経験できるわけよね。本当そこがびっくりで、うん、もうすごい勉強になりました。それこそ喋らなきゃいけないし、ミキサーも触らないといけないしってね、一度にいくつのことも考えないといけない何役もしながら、はい、っていうことなんでね、はい、まあでもそういうエフェンダーの経験もまた生かしていただければと思うんですけど、はい、これからの日記というのは何を目指してるの？さっき行こう、これからちょっと俺はそういう英語を教えられるようなメディア関係の仕事なんじゃそりゃって感じだけどオールミックスチャーみたいになってるけどさ、そう、もう本当将来どういうことしたいのかって聞かれると、うん、僕としてはまた大学で先生をしつつ、うん、またメディア、こういうラジオでもいいので、うん、なんか番組を持って、お英語の英語授業番組っていうわけでもないんですけど、なんかそんな似たような、何かそういう何かをしたいな、はい、はい、お父さんちょっと聞いて、あの、うん、ジョディさん、はい、あの2期これまでこう、ね、大学も頑張ってきたんだけど、またさらにもっと勉強したいとお父さんとしては早く仕事して俺楽させてくれよみたいなこれかなと思うんだけど、お父さん2期どうしてもらいたい？ So, you know, I keep like studying and everything and you don't think like I should start working in? そうですね。そうですね。いい理屈。もうそろそろお父さん銀行やめろ。お仕事そろそろね。そろそろね。ああ、もうやっぱりちょっとね、もうそろそろ。お父さんおいくつですか？お父さんいくつ？How old are you? How old are you?62。あ、まだ元気やね。まだまだ大丈夫ね。まだ大丈夫ですか、ね、あと20年いけるね。そうですね。まだまだいける。You can like go for 20 years. あと3年間。あ、3年。あと3年。さあ。ね。リッキーがそれまで、頑張れるかどうかでしょうけどね。はい。あ、でもね、本当にお父さんも元気だからね、ね、はい。お母さんも、プラネットイングリッシュアカデミーで頑張ってるし、はい、ね。バリバリやってます。ぜひ皆さんね、リッキーのためにも、はい、英語塾の方もよろしくお願いしたいと思いますね。僕の学費のために。学費のために。はい。まあでもね、日記も、まあ、大学院でありながら、ハワイでもまた、ね、はい、お仕事もしながら、バイトもしながらね、はい、自分で、こう、学んでいくっていうことなんですけれども、はい、まあでも本当に、こう、少しでもね、エフェンタンで、こう、いろいろ経験したことっていうのは、まあ実践だからね、ここはね、そうですね、毎日が。もうくだらんこともやってるんだけどさ、まあでも、それも全てなんだよね。そう、直に、こう、手で触って、全部できるっていうのは、なかなかないので。うん、ね。そういう意味では本当にね、私たちが教えることは、何もできなかったけれども、はい、あなたがここから学んだことは多分大きいと僕は思う。はい、本当はありがとうございます。僕はインターンの子たちも小学生であっても、はい、大学生であっても、あなたみたいに海外から来られる方であっても、はい、やっぱりエフェンタンっていうのは、メディアミックスっていう意味では、まあ、ペーパーね、フリーペーパーも作ってるし、ソーシャルネットワークサービスもやってるし、まあ、インターネット、ブログも、それからホームページも、はい、そして先ほど言ったユーストリーム配信も、はい、で基本となるレディオという公式な、はい、メディアも持っているという、そういうメディアミックスっていう場所で、日記がこの場所に足を運んで、まあ、スタッフと同じように一緒に動けるっていうのはすごい大きな経験だったんじゃないかなと思うよ、はい、本当に、うん、なんか僕もほとんどプロダクションに直に触るっていう経験があんまりなかったので、うんうん、実際今それでお仕事をしている方々と一緒に並ぶことができるっていうのは本当に貴重な体験でした、うん、ねえ、はい、まあ、そういう意味では、まあ、ニッキーのねお付き合いも、まあ、お母さんを通してだったんで、はい、お母さんとまたこの番組にも何度か出てもらいましたけど、はい、やんちゃな小娘が、はい、ゆい崎浜さんが、そう、もう崎浜ゆいがね大暴れして、彼女が大暴れした関係で、まあ、ニッキーがここに来たっていうのもあるけどね。そうですね、まあ、大暴れって別に喧嘩したわけじゃないんですけどね。違いますね、はい、とても楽しい子なんですけどもね、まあ、そういう、はい、ニッキーズファミリーで楽しんでいただいております。じゃあコマーシャルです。はい、
お送りしております。インターンジャー出番ですよ。エンディングとなりました。早いですね。はい、もう早いですね。エンディング already。 はい、うん、もう今日はね、ニッキーとそしてニッキーズファーダー一緒に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね、本当にこうね短い期間だったんでしょうけれども、はい、まあ、こちらに、来ていただいて本当にありがとうございます。新しい出会いが、うん、ありがとうございました、はい、で実際にハワイ着ははい、ハワイ着は東京とか行ったりとかしていくって、はい、東京に1週間ほど挨拶回りで、うん、行ってきて、その後8月の28あたり、うん、あにもうに着いて、で学校が9月の3日から始まるので、あそうなんだ、はい、はい、なるほど。もうじゃあ向こうでの準備は OK？ あ大丈夫です。あもう宿もちゃんとある、はい、宿もあります。あただ荷造りはまだです。今からです。いやでもね、はい、これからだと思います。これから4巻大学院ってどれくらいいるの？2年か、基本的に2年ですね、うん、はい、あとはそれからまた延長したりとかもあるの？うわーもう多分ないないか、うん、2年で卒業しないといけないんじゃないかな。なるほどね、はい、はい、でその後、はい、もうやっぱこう話してたけど、どうしたいの？やっぱりアメリカで仕事したいとか、日本に帰ってきたいとかなんかあるでしょ、どっか。ありますね、うん、それとももしかするとナイジェリア行きたいとか。ナイジェリアはないかな。お父さんナイジェリアにもあのニッキーズファーザーのお父さんが、実は UN の、ね、国連の職員だったということで、はい、お父さん自身もいろんなところ国をね回られてたということでね、はい、So you went around the world with grandpa? Yes, yes, yes. 一番長かったのは沖縄以外にどこに行ったんですか？ Where was the longest place instead of Okinawa? Besides Okinawa, the longest we have stayed in was the Afghanistan. Afghanistan. We lived in Kabul for a little over 3 years. 3年。ああ。3年以上。3年以上。そこは。And then in Nigeria, almost the same. ナイジェリアも同じぐらい。ああ、じゃあ。まあ、大体こう、ね、転勤族ですから、いわゆる、まあ、3年ぐらいでずっと ね、移動されるということでございますけどもね。あ、まあ、沖縄でもう27年ということで、もうホームタウンですね、はい、沖縄 ね、はい、ありがとうございます。はい、さあ、ニッキー、まあ、これから、はい、まあ、お父さんはもうここがホームタウンというか、はい、まあ、もちろんあなたもだけどね、はい、もちろんもちろん、もうお仕事として、はい、まあ、これからやっぱりこうワールドワイドに行くとすれば、やっぱりこうどうですか、はい、ここアメリカっていうよりもやっぱり日本で、その日本の学生にこの国際化っていう、この留学だとか、なるほど、どれだけいいかっていうのを伝えたいなっていうのもあるんです。そのアメリカでもちろん就職したいっていう気持ちもあるんですけど、どちらかというと広めていきたいなっていう気持ちもあって、それで英語の先生もいいし、でまたさらにメディアと絡められたらもっと、ね、うん、配信する幅が増えるなっていう考えもありますね。じゃあある意味ね、やっぱり大会を知らずしてなんとかって言いますけど、はい、やっぱりこう外にどんどん出てもらいたい、そうですね、うん、いろんな人に会ってもらいたいですね、うん、もう本当にそれこそものすごい実績を持った方だとか、うん、あとものすごい才能を持った方だとか、うん、で出会って、またそれで視野広がって、うん、チャレンジ精神も増やしていってほしいなっていう、ね、はい、まあ、もちろん日本もいいんですけどね、うん、そうね、もっともっとね、はい、視野が広がるわけだからね、はい、うん、確かにそれはあるな。ジョディさん、お父さん、まあ、ニッキーもね、こうやってこう外国サンフランシスコ大学に行ったりとか、それから、ハワイの方に行ったりとかっていうことで、はい、こう外をずっと見てるんだけど、まあ、お父さん自身も、はい、ご家族でこう移動しながら、うん、沖縄の、はい、沖縄の、はい、沖縄の子供たちに、ええ、やっぱり外をどんどん行ってもらいたいって思いますか？言わん、言わんって、うん、はい、わかる。If you go outside of your country and you get to know people better. ああ、海外に行ったらもっとその、うん、他の人のことを知るっていうのが上手くなっていく、うん、もっとわかる。
ね、you understand people better and the nationalities、うんうんうん、they slowly disappear. あでその国この国出身っていうこういう、うん、こういうナショナリティがどんどん薄れていく、はいはい、もっと人と、うん、あの関わるのが簡単になっていく。 And then you judge a person by the person, not by his nationality. でその人の国籍でその人柄を知るんじゃなくて、うん、その人自身のパーソナリティで、うん、その人を知っていくことができると。ああ、いい言葉だな。そっか、はい。家ではこんなこと言わないんですけど。何人とか、そういうものではないんだと。ね、パーソナル、その人自身の問題なんだと。はい、どこの国籍とか、はい、何人とかいうものではないということね。ああ、いいこと言うね。確かにそうだよ。はい、我々沖縄もそうだもんな。そうですね。歴史上はやっぱりこう、沖縄の人っていうだけでね、差別を受けたりとかいうのがありましたからね。はい、そういう意味では、そういうのじゃなくて、やっぱりこう外を見ることによってそういう、ナショナリティを本当にオフにしてもらって、過ごすことができる、体感することができるという意味ではもっともっとグローバルに、はい、そうそうそう知見を、ね、広げていくというね、はい、そういうことが大事だと、はい、うん、いやこれはね本当僕もそう思います。私もね、23年近くツアーコンダクターをやってました、はい、もう世界中いろんなところを、うん、あのツアーでね、うん、エスコートして回ってきたんですけども、はい、やっぱりねずっと20年余りやってきてやっぱり沖縄がいい、読谷がいいって僕は思ってるので、はい、うん、でもね俺はねいい経験させてもらいましたよ。あ本当ですか、うん、やっぱりこう20歳19の時からさこう40余りまでさ、はい、ずっといろんなところを見せていろんな人と出会って各国のね、はいはい、うん、そういう人たちとお付き合いしていろんな食事をしたりいろんな音楽を聴いたりいろんなものを見たりとかすることがね、うんうんうん、その時代にできたっていうことがね僕の本当に財産。あーですね、うん、だから本当にねお父さんおっしゃるようにどんどん外に出ていてね、あの、はい、いろんな人と出会って、ね、うん、自分を高めていってもらいたいよね、はいはい、それでまた沖縄がもいいところだなってまた再確認できるので、うん、本当にそうそうそう確かにそうなんだよな、はい、ね、ぜひともね、ラジオ機の皆さん方も、ね、あの日記みたいにどんどん、はい、外に出ていって、はい、ね、お父さんもっと働かせてもっと働かせてもっともっと働かせて、はい、お父さんちょっと太りすぎたから痩せるまで働かせてもらう。そうですね、あの今日暑いからいいダイエットになるんじゃないって言ったんですけど、もうありがとうございます、はい、暑い中ね本当にありがとうございました、はい、ぜひまた、ニッキーがホノルル行っても、はい、さっき言ったみたいに、はい、エフェンタンの特派員で、はいはい、またハワイの状況などをね、そう向こうでまた定期的にやりましょうよ、はい、もちろん本当に、ね、本当にぜひもう今はもうねインターネットでこうさっきも言いましたけどもスカイプとかね、そういうものでも普通にも会話ができますからね、できますので、うん、いいチャンス僕にとってもいい経験になりますし、うん、そうだよさっきねそういう番組を持ちたいっていうことを言ってたから、はい、まあそういう番組を作ってにわかにね、はい、ちょっと遊びでそういう経験をしておけば教えたり番組持ったりするっていうことはこういうことなんだなっていうことを、はい、今選択肢の一つにもなるかもしれないですね。そうですね、うん、私たちもまたホノルルからのあのインフォメーションがライブで入るってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、はい、あもういろいろ情報収集しときます、ね、ぜひよろしくお願いします。イベントだとかまた沖縄の人たち多いですからね。そうあそこの沖縄県人会、うん、もあるので、そうそうそうハワイ沖縄県人会、まあ、読谷村人会もあるんですよ。あうん、向こうに、はい、あぜひ本当ですか、そういうところにも挨拶して、行きます行きます。FM タンにいましたよって言って、言います。はい、ぜひ声をかけていただきたいというふうに思います。これからもじゃあ、はい、もう末永くまた、はい、ね、元気でとりあえず頑張って、はい、お父さんお母さんに心配かけないように、はい、バイトも一生懸命頑張って、はい、頑張ります。勉強もたくさん頑張って、はい、ね、お父さん、お父さん痩せさせて、はい、はい、痩せて、特にお腹、はい、はい、そしてお母さんのプラネットイングリッシュアカデミーの方もよろしくお願いします。英語塾ね、社団でやってますから。よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでお送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ。今日は、バヤニ・ニッキー・リュウイチ君、そしてお父さんの、バヤニ・ジョディさん、お招きしました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、さあお送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ、今日はエンディングね、本当楽しいですよ。でもいいことですよね、大会を知らずしてっていうのはね本当に悲しい限りでございます。ぜひねラジオ機の皆さん方、お父さんお母さんもね子供たちどんどん外に出してもらいたい。まあもちろん本人が行くかどうかの問題ですけれどもね、ぜひね、本当に足を運ばせていただきたいなというふうに思います。さあユンタンジャ出番ですよ、今日はこの辺で失礼いたします。また明日この時間にお耳にかかりましょう。さよなら。
ュが生まれたこの村で、ゴサマルバーサスアマワリ、キュボン前になり響く青年会、エイサーの音、お菓子や着物、泡盛と紅芋、琉球ガラス、いにしえかけるアコードよ、いざ行け進行線で、エルテムよ見た 78.6、 エルテムよ見た 78.6、 エルテムよ見た 78.6、 エルテムよ見た 78.6。